護衛艦出雲、加賀の改修工事に、今年は52億円が投入され、F-35B 戦闘機の艦載へ向けた空母化計画が進んでいます。現在は、短距離離陸垂直着陸機のステルス性は必要不可欠でしょう。F-35B 戦闘機が納入されいつも、加賀に満載される姿を見てみたい。24年に羽生田原基地に4機配備される予定ですが、あと2隻建造する方がいいのではないでしょうか。ハイテク空母としてね。2022年末の安全保障関連3文書の改定と閣議決定を経た結果、2023年度の日本の防衛予算案は6兆8219億円となることが決定しています。これは2022年度と比べると約 26% 以上の増加額になっています。さらに2023年度から2027年度までの累計防衛予算額の予想ですが、現時点でも約43兆円を超過すると見られており、この金額をベースとして各種防衛装備品の購入とその配分が図られていくことになるのです。この予算内で国産の1-2式地対艦誘導弾能力向上型や当初防衛用高速滑空弾、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルの購入などの計画があるのですが、長距離の攻撃が可能になる調達兵器の是非が、マスメディア等でも取り沙汰されるようになりました。こうした長距離攻撃可能なミサイル類の性能が理由となって、かつては敵基地攻撃能力と考えられていたため、専守防衛を掲げる自衛隊が保有してはならない攻撃的兵器という認識を抱いている人が多数いたことは確かです。こういった意識を日本国民から払拭させようという意図があったのか、政府はこれらの長距離ミサイルをスタンドオフミサイルと言い換えた上で反撃能力と呼ぶことによって国民を納得させ政治的に乗り切ろうとしているのです。そんな中で批判の渦中にあったのが海上自衛隊が保有しているヘリコプター搭載護衛艦 DDH の出雲型2隻でした。この艦の全通甲板は航空母艦を彷彿とさせるものなので、1番艦出雲が就役した時から批判的なメディアの攻撃の敵になっていたのです。出雲型護衛艦の就役時期ですが、1番艦出雲は2015年3月、2番艦加賀が2017年3月になっていました。当時は反対派からすれば、この2艦は事実上の航空母艦であり、自衛隊が保有を禁じる攻撃的装備ではないかという批判が絶えませんでした。確かに、出雲が就役前の2013年、平成25年7月、批判的なメディアは、出雲型は短距離離陸垂直着陸、ストブルを可能とするアメリカのロッキード・マーティン社製の F-35 ライトニング 2B 型戦闘機の運用を視野に入れていると報じていたのです。当時の防衛大臣小野寺氏は、この報道に対しては、その内容を否定していましたが、今、思えば、世論の反発を危惧して、水面下で、こっそりと計画を進めようとしていたのではないかと推理してしまいます。現在、2023年度の防衛予算案として出雲型護衛艦の空母化計画は決定されています。本年度分としては約52億円の改修費が組み込まれており、日本を取り巻く軍備拡張に勤しむ国々、中国とかに対する安全保障対応は現実的な方向にシフトしつつあると考える向きが多くなってきたようです。出雲型護衛艦の航空母艦化が公になったのは2016年末に航空運用能力向上に係る調査研究を募った以降でした。この委託業務は出雲型護衛艦2隻の建造を担うジャパンマリンユナイテッド社が落札しました。
その調査研究では、今までは回転翼機の運用能力のみ付与されていた出雲、片護衛艦に対し、無人航空機や F-35 ライトニング 2B 型など固定翼機の運用が公に検討される内容になっていたのです。2017年末には、防衛省が空自装備品として、従来の F-35 ライトニング 2A 型だけでなく、B 型の取得も検討中であることが伝えられました。出雲、片護衛艦の航空母艦化は、このあたりから具体的に進んでいったということがわかります。2018年末の防衛計画の大綱には、今後、航空自衛隊が保有する戦闘機運用の柔軟性、というか応用性をさらに向上させるかのように、必要に応じて、既存艦艇カラスとブルキが運用できるように考えていると、国民にも明らかにされたのです。同時期に、防衛計画大綱の内容をより、具体的に記述した中期防衛力整備計画では、ストブル機を運用するための既存艦艇として想定されているのが、出雲、片護衛艦であると明記されたのです。これによって、その方向性が決定されたことになります。2013年7月、メディアによって、出雲、片護衛艦の航空母艦化の可能性が報じられましたが、それから、実に、5年以上の歳月を費やして、じわじわとその実現を図っていたということが明らかになったわけです。2018年末の中期防衛力計画に、出雲、片護衛艦の航空母艦化が明記はされましたが、同艦は改修後も従来の任務を継続すると伝えられたため、対戦勝海洋の回転翼機も運用するという、いわば、あれも、これもの欲張りな手法を取るという手法が、明白になったのです。また、政府は、自衛隊が保有を禁じられていた攻撃的兵器の具体例にも変更がないと強調し、その具体例とされる兵器は、長距離爆撃機、大陸間弾道弾ミサイル、航空母艦であるが、出雲、片護衛艦は攻撃型航空母艦ではないという認識を示しました。この当時、出雲、片護衛艦は、航空母艦に改修された後も、区分的には攻撃型ではないから、自衛隊が保有することは問題ないという理論は、日本国内では、政治的な解決策として意味を持っていたようです。しかし、中国等は、それを見逃すことはありません。日本は、攻撃的軍艦を持っている、示唆したのです。相手からすれば、当然でしょう。自衛隊の存在自体を、軍隊ではないと、日本の体制は規定していますが、これは諸外国が認めているか否かという、根源的な問題にも発展するかもしれない、重大要素と思われます。正直なところ、対外的にも、日本のへりくつを真剣に受け入れる国家は皆無と言っていいのでは？第一、同盟国として頼っている、過ぎているアメリカか認めていないでしょう。日本国内で、いつまで、このような政治的レトリック、言葉遊びが続くのかは、わかりません。2022年2月のロシアのウクライナ侵攻という蛮行を目の当たりにして以来、日本国内でも、反抗戦力を持つべきという見方は、確実に増えているようではあります。でも、この辺で、国民へのしっかりとした説明が欲しいのですよ。その反抗戦力となり得る出雲、片護衛艦の航空母艦改修については、1番艦出雲が2020年度から、2番艦加賀は2021年度から確実に着手されています。これは、自衛隊で定められた両艦の5年ごとの、大規模な定期点検に合わせて実施されているそうです。
この航空母艦化改修は、2度にわたって、大規模点検に合わせて実施され、次は出雲、が、2024年度から始まり、2026年度内に完了する予定になっています。香川、2026年度から始まり、2027年度に完了すると言われています。本来は、出雲は1回目の航空母艦化改修工事で、外観上の大きな変更点である、飛行甲板の拡幅と、それによる艦首部分の形状変更を予定していましたが、1回目ではなく、2回目に実施される予定です。逆に、香川現在実施中の1回目の改修工事で、飛行甲板の拡幅と、それによる艦首部分の形状変更が、すでに完了しているので、2回目の改修工事期間は短縮されると見られています。現在の航空母艦化改修の日程から、実際の稼働を想定してみると、出雲が2027年度、香川が若干それに遅れるくらいと見られ、現時点からは少なく見積もっても、3年ほどの期間が必要と考えられます。また、F35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するためには、物理的な航空母艦化改修の完了だけでなく、各艦艇が、個別に、アメリカ本土のノーフォーク海軍基地まで出かけていって、適合テストを受け、認証を得なければならないというルールがあるそうです。しかも、出航準備と並行して、空自では、F35 ライトニング 2B 型の購入を進めていて、現時点では、総数42機の購入予定と見られています。2023年度の防衛予算案の中には、同機の8機分の購入費用として、約1435億円が計上されているそうです。予算では、F35 ライトニング 2B 型の調達数は、2020年度から2022年度までの合計で12機だったので、2023度の8機分を追加して、ようやく20機分の予算が確保したという状況なのです。最初の F35 ライトニング 2B 戦闘機の配備に関しては、宮崎県の新田原基地を候補地として2024年から開始される予定になっています。それ以降は、ストブル機を活用した出雲、片子栄艦への発着艦テストも、逐次開始されていくと思われます。